七輪。七輪、七輪、七輪,輪は木炭や豆炭を燃料に使用する調理用の炉である。軽量かつコンパクトで移動が容易。関西では、完璧とも言われる。形状は、円筒形、四角形、長方形が主で、大きさも様々で、用途に応じて多品種生産されている。原料は主に珪藻土で、微細な中空構造を持ち断熱性が高いため、 保温効果が極めて高く、本体は熱く焼けないため持ち運びに便利である。赤外線の発生量も多く熱効率が極めて高いため燃料を節約できるという利点がある。赤外線の発生量が多いため、特に焼き物料理に向き、近年では炭火焼き料理が主体の調理器具として使われることが多い。練炭による事故を避けるため、出荷時に木炭コンロ、 電炭を使用しないことというラベルが、七輪本体に直接貼られている場合も多い。かつては、火鉢やこたつなどに使用する木炭や豆炭などに着火するための道具として、調理用の熱源であるヘッツイ、かまどがある家であっても七輪が利用された。円筒系の七輪は、炊飯や煮炊きに使いやすく、一方で焼き物での用途が主体の場合、 横長で長方形の七輪が便利である。屋内外問わず使用され、七輪を使用した炭火料理店も多い。昔ながらの製法で、珪藻土の塊を切り出し削って作ったものを、切り出し七輪と言い,い、これに対して、珪藻土を粉砕し、粘土状にしたものを金型で、プレス成形した練り物製品がある。切り出し七輪は職人による加工デ間が多く、 高価であるのに対し、練り芋の製品は量産しやすく安価で一般に普及している。特殊な形状として、焚き木を燃料として利用できる焚き木七輪がある。通風口とは別に焚き木を入れるための大きな開口部が開けられている。ホームセンターなどでは、コストの安い日本国外で製造されたものも販売されているが、品質は値段相応である場合が多い。 日本製の高級な軽装土七輪は日本国外でも人気が高くアメリカや中国の通販サイトでも販売されているアメリカでは火鉢あるいは火鉢スタイルという名称で混同されているが火鉢参照七輪の構造を元にした中鉄バーベキュー台なども初販売されている土間や野外などに直接置いて火床を囲う程度の持ち運び可能な恥製の炉は 古代よりあったものと考えられるが、高床式木造建築の内部に持ち込み、屋内での使用にこらえうる、おきろとしては、平安時代のものが確認できる。これらは、元は香炉や祭壇など、宗教的細具として屋内に持ち込まれたであろうものが、手ぶりなど、祭壇用途として、そして屋内での簡単な炊事や酒缶などに、利用転用されたものと考えられる。 平成時代の製品とほぼ同様の構造のものは、江戸時代に作られていたと言われる。日本人が通常、七輪と考えるコンロは、軽装度を調整して作られたものである。軽装度を使用したヘッツイヤロは、能登地方においては、江戸時代の初期、玄奈期から使用されていたが、日本各地の窯で作られたものは、粘土、ハ瀬性のものが中心であった。七輪は、大量に製造され、 日本各地の家庭などで使用されてきたが、全国的な燃料となる木炭の生産量は1950年代から1970年代までの間で1、10に激減しており、この時期に七輪の利用の場の多くがガスコンロなど他の調理器具、各種暖房器具などへ取って変えられた。江戸では今戸の今戸焼きが著名であり、瓦焼き用の職人たちが複製品として供給し、 普及したとされる。今、土焼きはおおむね箱型であったようである。囲いろりや火鉢で火の起こった木炭や多丼を長屋や屋台で傾向し、少ない木炭消費で安全に長時間の煮炊きができるよう、町人文化の中で生まれ工夫改良されてきたものが、江戸、七輪の特徴であ。燃焼室が皿状で、浅い江戸の七輪は、形状を見ても七輪単体で火を切 火起こしすることは前提とされていなかった。江戸後期の江戸の七輪は、現代の七輪と異なり、燃焼室が丸く浅いくぼみとなっているが、これは当時、塩原助けによって広く普及していた多丼がぴったりと収まる形状である。多丼はついた地中でも弱火で燃え続けるため、小型の簡易な、へっついしかない長い家や、屋台での調理に非常に、好都合であった。 また当時の長い絵は四畳半ほどの狭さに加えて、換気機能が貧弱だったで、焼き魚など大量の煙が発生する調理は、七輪を使えば屋外で調理することができた。この七輪は燃料に多丼を前提としており、木炭を大量に長時間燃やすわけではないので、それほど高温にはならず、七輪の四隅は木枠で囲われている。 しばしば大火に見舞われ裸火の管理にことさら、うるさかった、江戸の庶民文化においては、多ドとサラシチリンの組み合わせは公的であった。K、大阪では、官的と呼ばれ、瓦売りにより販売されていた。構造は、素朴なバケツ様であり江戸のように洗練された構造は、持たない。割りや小枝、消し墨などを燃料とし、火起こしや煮焚き。 串焼きなど雑用途に使用されていたと考えられる。裸火で使用することが前提であるため土間や屋外で使用した。明治期には今戸焼きのような浅い皿の七輪から木炭が多く投入できる深いバケツ状の形状が中心的になり、大正から昭和期にかけては木炭や多丼に合わせて豆炭が七輪の燃料として盛んに利用されるようになった。 大正期に登場した円柱状の練炭ンンは当初七輪にはめ込んで利用されていた。能登半島では古くから軽藻土が抜出され、ヘッツイや炉の材料として使用されてきたという、現な元年頃よりヘッツイ及び炉として自家用に利用され、明治初年より20年頃までには立地方へも異質販売されていた。送風口の細工は三河でできたとされる。 派生性のものはかけやすく、陶器は厚く焼けてしまい、大変危険であり火起こしには適さないことから、次第に軽装土製のものが主流になったと考えられる。インフラが破壊された第二次世界大戦直後は、土間やヘッツイのないバラックでも容易に使えるため、都心部の庶民生活を支える調理器具として重宝された。この頃は、七に一つで炊飯、炊き。 魚焼きまでこなした。レンタンは当初七輪で使われていたが、1954年に一酸化炭素の発生が少なく、燃焼温度が高く燃料の保ちが良い専用の植え付け、レンタンコンロが登場し、そちらでの利用が推奨されるようになった。七輪の三大産地は、土質の良好な愛知三河、石川鈴、和倉、四国香川があり、かつては、 この三大生産地で日本全体の需要をまかなうことがあったが、需要の減少に伴い廃業が続き、三河で三社、石川和装で一社、石川鈴で四社に減少した。1955年頃まではいわゆる炊き物屋と呼ばれる燃料屋や陶器屋などで販売されていた。愛知三河のものは、長州、萩から製造法が伝来し、当初は、 陶器製で断熱のために重構造にした七輪を製造したとの伝承がある。愛知三河ではかつて瓦製造会社が七輪製造を兼ねている場合が、高田が1990年頃には七輪専業で製造する割合が多くなっている。プレス加工して製造される安価な量産品の七輪のほか、瓦やかつての陶磁器製の練炭火鉢の技術を活かし、瓦素材で 軽藻土コンロを覆った耐久性のある高級品が製造されているのが特徴である。石川和装では軽藻土交床から露天掘りした軽藻土を粉砕し粘土状にしたものを金型でプレス成形した練り物製品。一方の石川のと半島鈴では能登半島で豊富に産出する軽藻土交床から掘り出された軽藻土ブロックを崩すことなくそのまま 七輪コンロの形状へ切り出して調整した高級な切り出し七輪、切り出し練炭コンロを特産品している。燃料は多くの場合木炭を使用する。屋外では黒炭、屋内では周期の少なく長時間効果力を維持し、ゼが少ない備長炭などの白炭白炭に似た性質で比較的安価な小型炭が便利である。その他の燃料としては多動。 小割りにした焚き木などがある。豆炭や石炭なども使えるが、屋内では一酸化炭素の発生が多いということと、特に焼き物では、石炭由来の気発分、硫黄成分などの周期が付着するため避けた方が良い。一般的な珪藻土七輪でコークスを燃焼させると、高温の燃焼に耐えられず、珪藻土が荒れたり溶けたりして、壊れて使えなくなる場合もあるので、避けた方が良い。 七輪ではレンタンの燃焼は行わないこと。レンタンは専用のレンタンコンロを使用する。ネットオークションなどでは七輪に対して出品者がレンタンでも使用可能と称している場合がたびたびあるが、木炭用七輪でのレンタン燃焼は、レンタンがきちんと収まらず、倒れる場合もあること。高温の燃焼面がむき出しになること。七輪でのレンタン燃焼では、 構造上多くの一酸化炭素が発生すること、詳しくは、連酸症といった理由から危険であり、また、燃焼温度が上がらないため、連炭の立ち消えも多く、発生する。七輪製造会社が出荷の時点で、七輪では連炭を使用しないことと直接注意書きを、貼ってる場合も多い。火起こし器、着火剤、専用の火起こしバーナーなどで着火させる方法が、一般的である。 オイルなどをかけると異臭が発生したり着火前に低層度に吸収され内壁を傷めるので適さない火力制御は炭火の量や火元までの距離の調整下部に設けられた風口の開閉による酸素供給の加減により行う風口の開閉だけで100度以上の温度差が生まれる屋外なら内輪で送風することにより200から300度ほどの 温度調整ができる。七輪の形状によっては鍋を乗せて煮炊きもできる。火置、き、おしに適した構造を持つため、乾燥した炊きに、木片などの場合は、紙片や藁、乾燥松葉などを同年剤とすることができる。豆炭や練炭ンン、木炭などに着火する場合は、木片と共に燃やし、内輪で強く仰ぐなどして、火力を高め引火させる。用する場合には、 燃え刺しの石炭や木炭は引火しやすいため火消し壺に構造しておく。なり手火鉢やヘッツイの灰の中にうずめておき、使いたい時に必要なだけ取り出すなど工夫する。営業用として、七輪を使う際には、このような着火方法は、手間なだけであり、また同年剤の灰が無駄に生じるため、火起こし器に木炭を入れ、ガス火にかけて着火し、七輪に開けて使う。 アウトドアでは、種火となる木片や着火剤を使ったり、専用のトーチバーナーを用いて着火する。カセットガスコンド状での火起こし、器の使用はガスボンベが加熱し、爆発の危険があるので、絶対に使用してはならない。着火剤には毒性を持つものもあり、首都により着火剤の種類を検討する必要がある。着火後、焼き魚や焼き鳥などじっくりと調理したい場合は、 30分から1時間ほどかけて、七輪の炭全体が薄く白く灰を被った感じで、火が回り、お聞き,き火の状態。通気口を7ミリメートル程度に狭めて安定した中、弱火で調理に使うと、非常に良い焼き上がりとなる。通気口が全開だと、強火力のためすぐに黒焦げになり、中が生煮えの状態になってしまう。火消し壺に移して消火させるか。 安全な場所に移して自然消火を待つ。木炭を七輪から出して水を張ったバケツや空き缶に投入してもよい。底部の背中に埋まった炭火が残るので消化には注意が必要である。軽層度の性質上、濡れると吸水し崩れてしまうため、雨に濡れたり浸水する場所での保管はできない。また、割れやすいので慎重に扱う。釣りなど水辺では、 金属製の七輪や練炭ンンコンロを使用した方が、軽量で衝撃にも強いため便利である。室内で換気を怠った場合、また物置やテント、自動車の中など風通しの悪い場所での使用は1、酸化炭素中毒の可能性があり、非常に危険である。ことに点火初期で炭が完全に起こっていない状態では、1酸化炭素が多量に発生する。 また酸欠に伴う一酸化炭素の発生にも注意する必要がある。室内では調理用、ガスコンロと同様に近くで換気扇を稼働させ、さらに一酸化炭素警報器などの設置が好ましい。火災を防ぐため、使用前に周りの加減物は遠ざけておき、灰の始末にも気をつける。鉄製や陶製の引けし棒を用意する。 火消し壺は酸素を遮断して消化する作用のもので、熱がこもるため火傷に注意する。水などで外部から冷却しても内部に熱がこもっていることがあり、自動車の荷台などに積む際は十分に時間が経って自然冷却しているのを確認してから席乗る。灰の不始末による火災も多い。七輪はその性質上、完全に火を消すのは容易ではなく、火種の残った七輪が 火災の原因となることもある。締め切った屋内での一酸化炭素中毒事故も後を絶たない。七輪の中の火皿は内部の通風を確保するための重要な部品なので外したまま使用しない。卓上などで七輪を使用する場合火皿の下で燃焼が起こっていると七輪の底が高熱になるためそのようにならないよう注意する小さすぎる木炭や木炭粉などを燃焼させない。 ひざらの下に白バイが溜まると通風できなくなるので、定期的に除去する。ひっくり返して灰を捨てた後、残った灰をはたくか、乾いた布やペーパータオルで拭くだけでもかなり綺麗になるが、汚れが気になる場合は絞った雑巾などで外周を拭く程度にしておく。製品によっては、陶器やセラミックを使用し水洗いの手入れが可能な商品もある。 軽装度七輪に直接水をかけるのは以下の理由により避けた方が良い。なお、総金属製の七輪についてだが、製品により一部の金属製七輪には錆びやすい、傾向があるので、洗った後、綺麗に拭き、乾燥後、食用油などを塗っておくことが長持ちにつながる。語源は、諸説あるがはっきりしない。など、この点、大江戸庶民の圧倒を驚く、生活校では、 和漢三菜添えから、薬を入り、酒を温め、罪の値わずか一分に至らず、よって、七輪と称す、を引用している。また、配布柳なぎるから、逸話も七輪も岩や掘ってるを引用し、当時の七輪は石を掘り抜いて作ったと述べている。漢的については、起き、起こし、焚き付けなどと表記したものが、言葉遊びで、すぐに焚き付けられるものの展示で、漢壁、 完璧となったとする説があるが、異説もあり、やはりはっきりしない。1960年代頃までは、一般家庭に多く見られた器具ではあるが、高度成長期からの全国へのプロパンガス、都市ガス普及や、熱変換効率が高い電磁調理器の登場によって、家庭での実用目的での利用は、ほとんど見られなくなった。一方で、ホームセンターやインターネット通販で入手が、 手軽になったことにより、木炭の消費とともに、自然志向で安価に調理が楽しめるレジャーや、趣味の用途として、再び人気が高まってきている。飲食店など七輪、炭火焼き用途での需要や、演出目的での需要は堅調である。また、調理以外の用途として、陶芸家の吉田明が広めた七輪陶芸があり、陶芸用がなくても七輪を組み合わせることで、 本格的な陶芸の調整を行うことができる。ドライヤーの送風モードで七輪の通気口から送風を行えば送風口から30センチメートル以上離す。ドライヤーの送風口への実機付けは避けること、簡単に800度以上の高温を長時間維持できる。ただし、七輪は高温によって急激に劣化と崩壊が進むので七輪の寿命は十数回を限度とした方が良い。 燃料に木炭ではなくコークスを使用した場合は、その高温により、1回の焼成で七輪が破壊されるので注意が必要である。木炭を生産する段階で、焚き木の熱量の70から80%が使用される。ケニア北部の各間にて、支援活動を行っている財団法人アジア福祉教育財団は焚き木を節約するために、 現地で入手できる材料でかまど及び、七輪の製造技術を伝え、その使用を奨励している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。